さ、兵庫さん、はい、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今日はね、兵庫さんたくさん食べるの大好きなんで、誕生日祝いとして、今日は僕のおごりで無限替え玉です。え、マジで？うん、20って2個できるでしょ、替え玉。そうだね。うん、でもそれ以上お金かかっても僕が全部払います。マジで？なんでいっぱい食べてください。ありがてー。行きましょう。はい、アイテムいっぱいあるね。いやー、ワクワクするわなあ。ちなみに兵庫くん、どれぐらいいけると思う？なんかさ、半年前にさ、一回さ、待って、やった。そん時さ、でも、あれか、有料で終わっちゃうからっつって3倍ぐらいで、そんなに買えたの。プラス2ぐらいしたんだ。プラス2ぐらいしたっけ。したよね、多分ね。ってことは5か。5か。もっといけんな。もう10ぐらい行きたいけどね。マジで、わかんない。マジで今日俺は無理はしない。はい、来た。始まり、はい、始まりです。はい、用意スタート。はい、おはよう、綾瀬中口加藤でさ、おはようございます。今日の綾瀬加藤でさ、今日もこちらの安定のうまさ。はい、はい、どうも。普通でお願いします。普通と固め、1個ずつで。はい、同時に来ましたね。はい、行こう。はい、いいね。ワイラーメン固めですね。だから兵庫さん、もうアイテムですか？はい、紅生姜ずっと入れたくて。いいよね。じゃあ俺、高菜入れようかな。高菜辛いんだよね。まあね、オッケー。うん、まあでもうまそうに食うな。ね、いくらでも食えるわ。紅生姜めっちゃ混ぜてるしな。はい、貝玉完食。あら、兵庫さんも。はい、すいません。替え玉普通と固め1個ずつ。まだまだ余裕だな、ね。よっしゃ、行こう。うまそう。今度は紅生姜入れよう。お、結構入れたね。入れた。すげえ冷やしてる。マジで、もう行ったの、早っ。すいません、はい、3回替え玉したんですけど、それ以降っていくら？1回につき100円だよ。いいですか？100円ぐらい全然いいよ。はい、ありがとうございます。俺も一応100円払って買い玉したけど、スープがめっちゃ少ねえわ。兵庫さんはさすがだ。おお、きっとこれが僕のラストになるでしょう。うん、油そばだ。これもスープが全然ねえよ。え、何？どうしよう。いや、もう無料分をしてさ、うん、ねえ、リーダーが100円もらって1回買い玉したんだけどさ、うんうん、どうしよう。いいよ、いいよ、いいよ、俺が払うから、誕生日だから。すいません、替え玉普通でお願いします。いただきます。出せる。すぐね、今替え玉4つね。4つ目。すごいな。うーわ、まったすごいな。無理ちゃうってね。すげーな。美味しそうだね。刻まれてくよ、歴史が。すげえな。もう麺ないじゃん、もう麺ないじゃん、うん、こっち化け物だな、ほんと。いや、俺はもう替え玉3つ目のこれでもギリギリだ、今日は。あれあれ、どうしようかな。どうしよう。それはどういう、どうしようかな。いや、もう2回さ、有料の替え玉、させてもらって、さすがにもう悪いかなって思うんだけど。ヤコさん、ありがとうございます。100円ありがとうございます。すいません、替え玉普通で。化け物だな、こいつ。俺はまだこれが食えずにいる。ヤコさん、はい、それ何杯目？替え玉5回目だから、6杯目か、うん、おー、6杯目それ、はい。これ前のさ、鉄麺の50円食べ放題と違ってさ、ちょっと多いんだよ、量が。そうだね、ちょっとボリュームあるね。すげえな、
また歴史が積み重なっていく。食うね、うん、まだチャーシュー残してたんだ。なの好きなものは最後に取っとくメインディッシュチャーシュー。そう爆食いだな、爆食い。これこそ爆食いだよ。そうそう、あっちゅう間になくなってきた、うん、チャーシュー残してんだね、うん、ただ余力があると思う。来い。え、何出せよ。は何よ、何よ。出せよって言ったら、もう何か分かってる。え、100円出せよ。いや、もう食えないでしょ。いや、まだ全然足んない。食えんの、まだ。出せよ。欲しいよ。なんだこいつ。すいません、はい、玉普通で。何回食うんだよ。え、バカか。食いすぎなんだよ。なんで。いいけど、見て、ほら、ここにあった調味料なくなってるでしょ、うん、もうね、食うなってことなんだよ。そうなの、ね、ティクさんが急に下げ出したけど。そう、アイテムを減らしてんだよ、アイテムが。そうなの。俺はあと何十分この光景を見てなきゃいけないんだろう。ありがとうございます。食い切ったね。はい。え、どうする？もうスープがないから無理だよ。あ、食えるわけるってこと？全然食える。マジか、うん、そういうことか、うん、まあ、チャーシュー残してるもんな。あ、チャーシュー食べるわ余力をだいぶ残したね。うん、あ、無理。あ、すごい、こいつすげえな、今回。うん、うん、はい、はい。何杯食べました？僕は7杯かな。すげえな、俺4杯ね。でもまだ食べれたよ今日。マジで、うん、え、スープがなくなったからやめたってこと？そうそう。マジか。本当に冗談抜きで全然あと2杯3杯は多分いけたと思う。やべえな。あ、兵庫さん、はい、お誕生日おめでとうございました。 ありがとうございます。ごちそうさまでした。はい、いや、やっぱ他人の金で食うラーメンはうめえな。お前クソだなご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価のボタンを押してくださいね。チャンネル登録お願いします。